納豆好きな、俺のぬちゃねちょねちょ動画、今回は、初めて、紹介するのはこちらです。納豆の、おかみ納豆の国産、大豆 100% ということで、厳選した中粒以上の国産大豆 100%、 40g×3 個で、値段が確か若干高かった気がするね。150円ぐらいだったかな。うん。まあ、このおかめ納豆シリーズは本当に好きなんですけど、高野フーズ株式会社という、ね、会社です。これ食べたことないんだよね。うん。俺いつも極小粒っていう、一番売れてるやつしか食べたことないんで。それではね。これをもう二つ食べちゃいましょう。二つ。ね、一つと言わずもう二つ食べる。ちなみに納豆は、食べすぎると、吐き気が、襲ってくるんで、二パックまでにした方がいいと。ググったら出ました。まあ、俺も昔だ、納豆大好きで、すげえ食いまくってたんですよ。そしたらやけに吐き気がするんですよ。一日、晩飯に、3パック、極小粒のおかめ納豆のやつを3パック、ね、100円ぐらいのやつですよ。あれも3パック食って、だから1パック 50g だから 150g 食べてたんですね。そしたら、いわゆる、うがいをした時に、吐き気が出て、えずく感じ。こんな感じです。大きさがですね、極小粒よりかはるかにでかいです、これ。2倍ぐらいでかいですね。うん。2倍ぐらいでかいです。まあ、納豆はね、健康にいいんだけど、取りすぎると、まあ、やばい。で、最近、ね、知ったんですが、この納豆はですね、古畑任三郎という、ドラマありましたね。あれを最近見たんですけど、そこで、知ったんですけど。まず納豆は醤油かける前に、醤油とからしをかける前に、まず混ぜておくんだって。で、そうすると、水分がない分、非常に粘りが強くなる。将棋のね、犯人の人が言ってました。でもさ、知らなかったね、将棋ね。将棋のなんだっけ、なんつったっけな、あれな。将棋すげえ弱いんですけど、コンピューターの初級にすら速攻で負ける、5分ぐらいで速攻で負けるんですよね。あれは絶対わからん。封じ手です。封じ手。将棋でさ、ニコニコ動画で有名なのが、なんとかかんとか、ひふみさんは、ひふみさんと、あともう一人なんかね、面白い人がいて、二歩で負けた人ですね。まあ、そもそも二歩っていうのが何かっていうのを知らなかったんですけど、僕は。まあ、直線上に、歩が2個あると存在した時点で、反則で負けです。らしいですね。うん、すごいね、やっぱな。封じ手っていうのがあるらしいんですよ。うん、ね。うん。簡単に説明すると、封じ手というのは、非常に時間が長い場合の試合ですね。の時に、その次の日にまたがる場合が
一旦これ中断と、みたいな。また次の日ね、みたいな感じにするんですが、普通だったら、その、ね、次の、に、の人がですね、次の日になるまでに、こう、時間を考えられる時間があるじゃないですか。だから、それ卑怯だと。なので、あらかじめ次の一手をその時点で、紙に書いといて、それ封しとくんですよ。で、次の日の試合になったら、それを開けて、ね、まあ、それをよ、第三者に読み上げてもらって、それを打つと。で、これ、いろいろ調べたんですけど、結構、面白いですね。藤井、何段だっけ？中学生の人ね。あと、羽生さんとかですか？藤井さんはですね、その、封じ手を選んだ方が、封じ手になった側の方が有利って言ってるんです。うん。でも、羽生さんは、別に、どっちでもないって言ってるんですけど。確かによく考えると、封じ手っていうのは、あれですね。考えた側、封じ手した側が多分有利なんでしょうね、おそらくね。うん、ということで、もうだいぶ混ざりましたね。よし、食べよう。食べよう。星食べよう。よし。こちら。あれですね。業務スーパーで買った、ラクラクライスっていう無洗米なんですけど、ものすごくまずいんで、注意です。よし。いただきます。まあ、粒がでかいから、まあ、あと、タレが甘い。甘めのタレですね。うん。あ、結構やっぱ大豆感あるな。粒でかいと。あっか。これあれですね。結構やっぱでかいから歯ごたえがあって、なおかつ極小粒に比べて甘めのタレですね。甘口なタレ。美味しいは美味しいですね。うん。まあ、納豆だと大体何でもうまいから。うん、この高野フーズっていう会社はですね、この納豆、シェア率はナンバーワンです。日本でナンバーワン。で、さらに、去年、
原材料が高騰のため、値上げしたんですよ。1割から2割ぐらい。まあ、つまり、10円から20円ですね。なんだけれども、爆売れしてる。うん。で、特に、売れてんのは、俺がいつも買う、極小粒ってやつですね。うん。だいたい値段3パックの 3個入って100円ぐらいです。で、他にも結構納豆って、まあ、この高野フーズ以外でもあったりするんですけど、やっぱね、うん、レベルが、うまさのレベルがやっぱ違うんですよね。あの、極小粒っていうの、まあ、すげえ小粒っていうのもあるし、それに加えてこの極小粒がですね、あの、タレがとんでもなくうまいっていう。伝説レベルのあの、うまさ。で、あまりにもうまいほどいけ、あの、タレが、別で売られてるレベルの、そのタレっていうやつが売ってるんですよ。うん。タレ。おかめ納豆のタレっていう。これがとんでもなくうまい。当社オリジナル特製のタレです。ね。おそらくこれなんですよ。で、タレの味とかでも、あの、いろいろあるんですよ。これ見てみるとね、あの、高野フーズの株式会社。おかめ特製タレっていう、さっき言った、今言ったこの伝統の特製タレなんですけど、これは、あの、極小粒シリーズしか使われてない。で、他の、あの、いわゆるこれだったら、これだと、あの、全然味が違う。うん。あ、こんなあるんだね。タレの味で選ぶっていうのがあるんだけど、タレの味の種類が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12種類もあるタレの味だけで、どうなってんだ。だがしかし、唯一タレ単品で売られてるのは伝統の特製ダレのみ。うん。しかも容量が 100ml。まあ、うん。ちなみに、一袋の、これで一袋が 4.8g なんで、まあ、約 5g だから、5g でしょ？で、100cc だから、あの、20回使える。うん。ということですね。だからそれだけこのタレがうまい。あの、やっぱね、納豆もね、やっぱうまいんですけど、小粒なんですけど。あの、このタレがそもそもむちゃくちゃうまいっていう。このあの、あれですね。高野フーズさんあれですね。大豆使ってるからが、豆腐も売られてますね、いっぱいね。うん。で、あの、粒の大きさもちっちゃい。まあ、大きさとかいろいろあるんですよ。で、
今食べるよ、これ。これがよ、中粒らしいです。粒の大きさが1、2、3、4、5、6段階あって、一番でかいのが大粒。時点で中粒だから、まあ、2番目にでかい。うん。で、さっき言った極小粒は、3番目。いや、極小粒の下が、超極小粒。で、その次が引き割り。で、終わりなんで、小さい方から数えると3番目です。んで、俺は引き割り納豆は好きじゃないんで、まあ買わないんですけど、うん、買わないです。買ったことないな、本当に。で、超極小粒が売られてます。これ食べたことないです。僕。ふわりん、柔らかになった。なんかカッパみたいなキャラがいますね。混ぜやすく、混ぜてまろやかに美味しくなる納豆です。うんうん。匂いも控えめで豆も柔らかな食べやすい納豆です。ふわりんに、使用している、超極小粒大豆は、完熟した弊社専用品種を使用しています。か。うん。うん。あ、もう一つありますね。販売エリアが限定で、九州と沖縄エリアのみ売っている、糸の力ミニ、糸の力っていう、のも超極小粒って書いてあります。うん。これは見たこと、多分ない。ですね。まあでも、どこのスーパーでもほぼ 100% 売ってんのはやっぱ一番ベストセラーのね。極小粒のパックでしょうね。うん。昔、有名な水戸納豆、ね。ってあるでしょ。熱。それで、納豆の、この作り方みたいなの、YouTube で載ってたんで、動画見たんですけど、あれがね、いわゆるなんで納豆菌というのにそもそも何なのかって話なんだ。で、それに載ってたんですけど、なんか藁、大豆の、食物の、植物の、乾燥したものから取れるみたいです。納豆菌というのは。それを、いわゆるその、煮沸すると、まあ、
その納豆菌というのは、出てくる。出汁みたいなもんですよ。出汁みたいな感じで出てくるらしい。あとは、わら納豆ね。わらで、包まれた納豆。あれ、すげえ量が、いっぱい入ってんだけど、量に比べると値段半端なく高いですからね。でも、一回ぐらい食ったことあるな。わら納豆。新潟でいうあれっすよ。なんだっけ。笹団子。新潟の名産品の笹団子なんです。笹にくるまれた、いわゆるよもぎの、餅です。で、中に、あんこが入ってます。新潟でいたとき、実家にいたときめっちゃ食ったな、あれ。笹団子。笹団子は美味しいです。美味しいんだけど、やっぱそこそこやっぱ高いですよね、これね。でも、なぜか、笹団子って言ってるくせにですよ。で、笹でいろいろ、縛られてるんですよ。こう、くるまれてんだけど。なぜか笹団子と言っておきながら、笹が入ってないんで、よもぎなんですよ。よもぎ団子なんですよ。笹入ってんのかなと思ったら、よもぎなんですよ。じゃあ、ぶっちゃけどこでも売ってんじゃん、よもぎ団子なんてな。ただあれだよ。笹にくるまれてるだけだぜ。普通に、うまいけどさ。かしわ餅なんてもあったな、そういえばな。これまずいんですよ。こんなのもあったな。かしわ餅が好きじゃねえんだよな。あと、ちまきとかな。ちまきも食ったことあるけど、これまずいんですよ。あと、あれだな。でも、ここら辺はやっぱほら、くるまれてるよね。いわゆるね。植物にくるまれたやつ。ちまきも別に好きじゃねえんだよな。ちまきが、もち米やうるち米だって、それって普通にもちの方がいいわ。桜餅もね。これ桜餅もこれあれなんですよ。結構風味がやっぱり、笹団子って、じゃない、桜餅ってそのまま葉っぱごと食うじゃん。で、葉っぱの筋が筋張ってたりとか、あれがあんま好きじゃないんだよな。だから多分、葉っぱはいらないですね。葉っぱは個人的にはいらない。ピンク色の餅だけでいいわ。
まあでもこれもポピュラーなね。葉っぱを使われた。うん。餅ですけどね。あ、最近、桜が咲いたん、咲いてもう散りましたけど、桜の、だから桜餅があるんだったら食えんじゃねっていう、葉っぱ。で、食ったんですよ。焼いて。フライパンで焼いて食ったんだけど、まずい。普通にまずい。普通にまずいですね。このさ、ふりかけのゆかりっていうさ、ね、俺大好きなんですけど、俺のいとこがですね、いとこの、まあ、いわゆる、あれですね、俺の母親の、姉ですね。母親の姉がですね、ゆかりっていう名前なんですよ、確か。うん。で、その人の子供が、あ、もうねえな、これ、そういえば。あのね、その人の、子供の、三人子供がいて、妹と、違う、兄貴の下に、女の子が二人いるんですけど、その女の子がなんと名前、一番下の女の子が、あかりなんですよ。確か。あ、違ったかもしれない。あ。いや、違う。あ、どうだったっけな。ゆかりと、あと、もう一つあるんだよな、これな。三島食品のこの、ゆかりのね、ふりかけ、そう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 。香りっていうね、三島食品の、これの緑色のやつが売ってるんですけど、それは香りなんですよ。香りっていうひらがなで。で、その、女の子は下に二人いるんですけど、その真ん中のその女の子が、香りなんです。名前が。でね、下の、一番下の女の子の子がね、確か明かりだったような気がするんだよな。どこだったっけな？もうずっと会ってないからな。あ、違ったかもしんない。うん。だから、まあ、少なくともこれが違うとしても、ゆかりと香りが、いるんですよ。うん。で、一番下の子が確かしおりなんですよね。だから全員最後の文字がりなんですよ、うん。というね。だからこのふりかけからつけたんじゃねえかっていう噂すらあるっていうか、俺しか噂してないけど、あの人多分あれなんちゃうかな。まあ、今あれですからね。名前、クソみたいな名前つけられたら、あ、自分で変えられるからな。うん。例えばさ、マルフォイとかさ、フォイフォイフォイのマルフォイ。ね、ハリーポッターのマルフォイとか。まあ、あれはまあ、まだあれとしても。なんていうの？ドラえもんとかさ。
あとその、それで思い出したあれだな。昔、悪魔っていう名前を子供につけようとした人がいるらしくて、で、確か悪魔が、の魔があって、魔と悪だったかな。確か、つけられないその名前っていうのがあるらしいですよね。やっぱり。もう法律的に多分。名前を、その悪と魔が多分使えないんだと思うんですよ。で、その付けようとした親っていうのが、まあ、普通に考えたらクソみたいな人間じゃないですか。まあ、ああいうのが平気でいるからな。自分の子にさ、悪魔ちゃんっていう名前を付けようとしてさ、ねえ、ダメですって言われて、ね、どうなったんだろう。悪魔ちゃんで、これな、あったよな。あ、あった。悪魔ちゃん命名騒動だって。うわー、これいつのだよ。93年、1993年の8月の11日だから、俺5歳ですね。東京都、なんとか市役所に悪魔と命名した男児の出生届が、出された。悪も魔も、常用漢字の範囲であることから受付されたが、市が 法務省民事局に、本件の受領、可否に、紹介したところ、子供の福祉を害する可能性があるとして、親権の、汎用を、違う、乱用か。親権の乱用を理由に不受理となった。マジかよ。じゃあ、つまり悪も魔もあれなんだ。大丈夫なんだよ、普通に考えたら。普通だったら。はあ、俺なんか、謹慎されてるかと思ったら、違うんだね。一応悪も魔を、つけられるってことだな、つまり。この届け出した、当時30歳の男かな、これ。で、東京、家裁、家庭裁判所の何とかかんとかに不服申し立てを行い、市と争った結果、家庭裁判所は、命名権の乱用で戸籍法違反であるが、手続き論的、立場から受理を認める、かなり、過去、つまり結果としては、親側の勝訴と判断を下したが、市側は、東京高裁に、即時、抗告した。つまり高等裁判所に、また争うというになったんだね。はあ、多分今よか相当まともだったんだろうな、日本はな。まだ仕事してた時の東京の、役所の人間、公務員はね。その後、両親は、男児が悪魔との名前に反応していることを理由に、他の漢字を用いて、再度悪魔の名前で、届け出ようとしたが、市はこれも不受理とした。届け出者は類似した、恩の、名前を届け出て、これが受理された。この騒動を経て、名前を付けた父親とその乳児は時の人となり、トンネルズの生でダラダラ行かせて、いや、すすめ電波に、電波少年などに出演しただって。はあ、電波少年懐かしいな、これ。なお、当、その男児の、父親は、この騒動から3年後の、1996年7月に覚醒剤、取締法違反で逮捕されて、2014年10月にも、覚醒剤取締法
営法違反と窃盗の容疑で、再び逮捕されているだって。気違いじゃないか、やっぱり。やっぱり気違いだな、こいつ。確実に。ということで、この国産の、話に戻りましょう。ね、これはね、意外とうまいっすね。意外と美味しいです。でかいんで、粒が。粒がでかくて、ちょっとタレが甘めなんですけど、まあ、高いんで、その分高いから、値段が。まあ、これは、個人的にはですよ。まあでも、まあ、でも今まで俺ずっと極小粒食ってたから、なんか逆に新鮮だったね。うん、でかい粒が。ということで、四つ星。ご視聴ありがとうございました。